はい、どうも皆様、おはこんこん、三月くばさです。花の少女と騎士物語やっていきましょう。なんかね、久しぶりにやるなと思ったら1ヶ月空いてましたというわけでね、さあ、続きやっていきましょう。洞窟入るんですよね。どこだっけ、こっちか。 OK、 行きましょう。お、存在の重さ。よいしょ。寝ちゃったのね。いいイラストだな、これ。あのね、前に3人でここに来た時、私はまだソフィーはあの時の子だって信じたくなかった。それを信じたアスベルが現実から逃げているようにしか思えなかった。厳しいな。でも当たってるね。えアスベル、今度は私にソフィーをおぶらせて。大丈夫か？こう見えてもこいつ結構重いぞ。できるわよ。ほら。よいしょ。あれ、本当見た目以上に重いわね。だから言っただろ、やっぱり俺がおぶるよ。ううん、やらせて。今はこの子の重さを感じていたいから。なんかほっこりするようでちょっと重たいスキットですね。さあ、あれ、あ、そっか。え、どっち。宝箱あったよ。やったね。マスタリーなんとかってことはあれか、ポイント、称号のためのポイントが増えるってことだよね。スキルポイント、そう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 。どうしようかな、使ってもいいんだけどな。調べる。おお、遅い遅い、もっと早開かんかい。何ここ、すげえ、ここにあんの。おお、やば、絶対あるでしょこれ。どうしようかな、使おうかな。このあ、3つもあんの。あ、そういうやつか。一人に使うやつ。まあそうだよね。全員なんてそんな便利なもんないよね。あー、どうしよっかな。どうしよっかな。まあいっか。とりあえずこのまま行きま、うー、なんだ。行きましょうか。こんなところにこんな場所があったなんて。本当だよ。これがフォドラへ行くための乗り物ですか。こんなものが空を飛ぶなんて、にわかには信じがたいですね。うん。お、いや、ほんとこのパーティーパスカルいないとねえ。なるほどね。パスカルがいないとどうしようもないっていうか、まあ、まあ逆にパスカルが有能すぎるんだけど。動かせそうか。どう、ちょっと待ってて。あいよ、動いたわ。おお、まだまだこれからだよ。整備も必要ですね。シャトル本体の整備はなんとかなるとして、あとは、熱線を照射する装置ってストラタとフェンデルに一つずつ設置されているんだ。ほう、二方向から同時に空の海に熱線を当てるんだね。大掛かりだな。そっちを巡れってことだね。離れた場所の装置を同時に動かすってどうやるの。遠隔操作じゃないの。ここからまとめて制御できるはずだよ。ほら、照射角度の調整もね。まあ、要はここが発射台というか指令室的な。どうした。ん、何が起こったんです。うん、ストラタニアの施設はうまくいったんだけど、もう一つの方がダメだね。フェンデルか。フェンデルにある方か。ここで見る限り反応はないね。直接行って見てみないとどうにもならないかも。やっぱそうだよね。あとは、まあストラタの方なんとかなったならいいんだけど、2箇所巡る覚悟してたんだ。事前の準備がうまくいって出発できるようになってからの話なんだけど、はい、私たちがシャトルに乗った後、ここに残ってそのシャトルを制御する人が必要なんだよね。ほう、それは誰にでもできるようなことなのか。まあそうだよね。さすがにそれは技術的な知識も必要だしね。素人だとちょっと厳しいかな。お姉ちゃんに頼むのが本当は一番いいんだけどね。
私が頼んでも無理かな。まあこの件に関してはうまいやり方を考えてみるよ。バー様に相談する手もあるし、今はフェンデルの問題を先に解決するのがいいんじゃないかな。ちなみに施設があるのはベラニックを越えた先だよ。よし、ケイ、急いで向かおう。なるほどね。ディスカバリーはないかな。あれ、あ、こっちがシャトルの入り口か、これ入るとこ。へえ。まあね、とりあえずシャトル動かすためにベラニック向かいますか。おっと、なんだ、なんか飛んでる。かわいい。トワソンから連絡が来たよ。なになに？はい。マユから出てきたモンスターは今も相当暴れ回っているみたいだね。フェンデルでも危ないからって民間の船の航行が禁止されたって。マジで？早く何とかしないとな。それじゃあ私からも返事を出しますか。ちょいちょいちょちょっと。それ飛んでけ。いってらっしゃい。あれはもしかして、マユから出てきたモンスターか。ラントの方角へ向かっています。そんな、やばくない？このまま見過ごすわけにはいかない。ここはひとまずラントへ向かうべきだろう。了解。みんなラントへ急ごう。オッケー、行きましょう。ラント、うわー、やばいことなってる。ああ痛い。お、みんな、お、ハスベル様。マリ、ここは俺たちに任せて、みんなを連れて建物の中へ。うん、しかし大丈夫大丈夫、危ない。マリ、後ろ。うわ、痛い。ハスベル様、囲まれたか。やばいねこれは。ソフィー、みんなを守る。見えてないんでしょ。守れ。何？おお、なんか光が、あー、はー、え、どうなった？おお、やったぞ！アスベル様たちがモンスターを撃退した！ソフィー、撃破したな。大丈夫か？しっかり、ソフィー。でも体の光がなくなってる気が、あ、してないわ、気のせいだった。アスベル様、おかげで助かりました。お嬢さん、こんな小さな体で我々を守ろうとして。アスベル様、お嬢さんは早くお屋敷へ。後のことは俺に任せてください。うん、ありがとうバリー。最初の方は結構バリーもね、あんまり良くなかった感じですけど。わあ、ボロボロじゃん、ラントが。ラントとストラタがちゃんと共闘してるんだね。BGM が悲しいよ。ちょっとこんなとこ見てる場合じゃないか今。じゃあお屋敷行きますか。とこれもう事態がただごとじゃないですね、完全に。アスベル、ユーバート、二人ともよく無事で、何の頼りもないので二人はどうなったかと心配していたのですよ。大丈夫大丈夫、死にません。ご心配をおかけしてすみません母さん。詳しいことは後で話します。フレデリック、
部屋の支度を頼めるか。ソフィーを休ませたいんだ。アスベル様のお部屋はいつも使えるように整えております。ありがとう、フレデリック。さて、これでアスベルの部屋に行けばいいのかな。依頼はね、ちゃんと達成しておきましょう。よし、休憩もしておきますか。モンスターが来るよ。みんな逃げて。ソフィー、うなされているのね。かわいそうに。夢の中でもみんなを守ろうとしてくれてるんだね。どうぞ。誰だ。皆様、お疲れのところ大変恐縮なのですが、はい、アスベル様とヒューバート様にご面会したいとバリーさんが。とりあえず執務室にお通ししておいたのですが、いかがしましょう。俺たちに。わかった、すぐ行く。ちょっと行ってくる。みんなはここでソフィーの様子を見ていてくれないか。うん。バリーがどうしたんだろうね。あれ、久しぶりのやつがいるじゃん。モンスターは皆さんのおかげで無事退治できました。ありがとうございます。いえいえ、どういたしまして。アスベル様、助けてくれてありがとうございます。いえいえ。よしてくれ、当たり前のことをしただけだ。ところで、うん、お嬢さんの具合はいかがですか。今休ませているが、あまり容体は良くない。俺たちを守ろうとしてあんなことに。そうじゃない、ソフィーの調子が悪くなったのは今に始まったことじゃないんだ。まあ確かにそれはそうだね。マリーが気にする必要はない。これからはラントに残られるんですか。残念ながらそうはいかないんだよね。やらなくてはならないことがある。親友を救うこと、それとソフィーのことだ。お嬢さんの。ソフィーを治すために行かなくてはならない場所があるんだ、うん、すまない。またしばらく留守にする。大変だろうがよろしく頼む。アスベル様、俺は長いことあなたを誤解していたような気がします。確かに最初の方結構仲悪かったっすもんね、バリーと。バリー、それでは俺はこれで失礼します。悪いやつではないのかもね。だよ。よし、じゃあとりあえずアスベルのというかソフィーが休んでる部屋に戻る途中でイベントを。親父、何を考えていたんですか。親父のことだ。認めてくれない親父に反発してこの家を出た。あの頃の俺は騎士になり強くなれば全てを守れると奢っていたけれど、それだけではダメだった。難しいとこだよね。親父の後を継いで漁師という立場にはなったが、それは立場を継いだに過ぎない。親父は何を思い漁師として生き死んでいったのかって。お父様もあなたと同じでしたよ。母さん。お父様はいつも悩み迷いながら皆のために何をどうすべきか考えていましたけれど、皆に不安を与えぬよう表向きは強くあろうと努力していたのです。離れて暮らすあなたたちのことをお父様は誰より心配していました。あなたたちのために良かれと思いしてきたことが
あなたたちを苦しめたのではないかとも。あの親父がそんな風に考えていたなんて。お父様は不器用な方でしたから、あなたたちへの思いをうまく言葉や態度で表せずにいつも悩んでいました。やっぱ子供を思わない親なんていないですね。今はまだ迷うことも多くあるでしょう。しかし大切なのは答えにたどり着こうとする心。お父様がよくそうおっしゃっていました。お父様の血を継いだあなたたちなら迷いの中から答えを見つけられるでしょう。私もあなたたち二人を応援しています。自分の信じた道を進みなさい。了解です。お父様が生きていらっしゃったらきっと同じように言ったと思います。母さん、ありがとうございます。ありがとうございます。なるほどね。アスベル、ヒューバート、お帰りなさい。ただいま。アスベル、あれ、ソフィー、無理しちゃダメよ。大丈夫。俺はここだ、ソフィー。必ず直してやるからな、ソフィー。よし、みんな、フェンデルにある熱線発射施設へ向かおう。パスカル、詳しい場所はわかるか？キタラント道に沿って進んでベラニックを越えた先だね。もう少しの辛抱だ、ソフィー。うん、頑張る。よし、ベラニックに向かうというところですね。休む必要はないよね。さっき回復したもんね。よし、じゃあ今回はここまでにしますか。時間もいい感じなんでね、次回ベラニックに向けて進んでいこうと思います。以上、ミスキックバスターでした。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回もお楽しみに。バイバイ。